巨人、若手の出番が2年で1043倍になる、わらわらわら。1から175から1043、原監督が残した希望、21歳大砲、屈指の守備力、巨人に見えた未来。原監督第3次政権3年目でリーグ3位に終わった2021年、入団3年目以内で1軍の試合に出場した野手は秋広優と内野手だけで、しかもわずか1打席だった。借金4で4位に終わった2022年は、秋広と同期の中山ライト内野手が50試合、142打席に登場、26安打を放った。他にも大卒新人の岡田祐希外野手が22打席、山瀬慎之介捕手が11打席に立った。3人で175打席。緩やかに若手が台頭した。そして、同一監督では初の2年連続 B クラスに終わった今季は一気に増えた。秋広は121試合、439打席に立って打率2割7分3厘、10本塁打41打点。3番での出場が最も多かった。ルーキーの台頭も見逃せない。ドラフト4位の門脇誠内野手は126試合出場で打率2割6分3厘、チームトップの11盗塁。守備全般での貢献を示す UZR の指標では12球団トップの 18.0 をマークしている。数年前に比べて期待できる若手いっぱい出てきたわ。門脇秋広は今年すごく伸びたよな。浅野、門脇、秋広、将来の侍級の若手野手が3人も出てきた。原は若手を云々の批判とか誰も言うやついなくなったな。阿部が全て破壊するわけやな。来年は浅野萩を門脇でもっと増やせ。浅野門脇秋広に戸郷赤星山崎って若手で柱になりそうなの出てきとるし、岡本は安定しとるし割といけるんちゃうか。正直、原よりファンの方が若手に我慢できないからな。あの太田だって出場機会は与えられていた方。吉信政権の時みたいに原の方が良かったと言われるかもな。ここ数年の投手の弱さは吉信ドラフトの失敗が影響しまくってるよな。中川がいるぐらいだろ。原になって使えそうなのが一気に出てきた。3年後くらいには優勝争いできてそうだと思うで。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。